どうも、ケイチです。今日はですね、明治安田生命 J2 リーグ第6節となっております。ギラバンツ北九州さんを迎えて、我ら聖地ヤマハスタジアムでの試合となっております。さあ、連戦で迎えるこの試合、必ずホームでは勝たなきゃいけないですよ。ギラバンツ北九州さんもですね、すごいいいサッカーをされていると思います。小林監督のもとですね、素晴らしいサッカー、ポゼッションサッカーを行っているという形になっております。予想フォーメーションもですね、お互いに 4-4-2 というミラーゲームの展開になっております。みんなで勝ち点3をもぎ取っていくようにいたしましょう。というわけで、今日も精一杯応援していきましょう。いきます、10秒、絶対に勝つぞ。スターティングメンバー発表されました。いつも通りこちらどうぞご覧ください。こんな感じのスタメンになっております。3連戦の最終日ということですね、かなりいじってきました。ルリーニャ選手とミキ選手の2トップという形になっております、ね、楽しみですね。しかもミキ選手、これから期待されている若手ですので、ぜひとも活躍していってもらいたい。そしてルリーニャ選手にはぜひともね、1点取ってもらって、ちょっと調子をどんどん上げていってもらいたいなと思います。さあ、そしてボランチ、針谷選手が入りました。さあ、針谷選手と上原選手の2ボランチ、そして山田裕樹選手、大森幸太郎選手が入っております。この采配がどう試合に影響してくるか、とても楽しみでございます。さあ、対するギラバンツ北九州さんなんですが、注目の選手1名挙げさせていただくと、椿選手が結構注目しております。左に入っている選手なんですけれども、カットインからのシュート、またはパスでのね、結構前節京都戦も光っておりました。この選手自由にさせたらやられてしまいます。対するジュビロの右サイドがどれだけ椿選手を抑えられるんだっていうところがね、鍵になっておりますので、今日こそは無失点で抑えましょうよ。油断できないギラバンツ北九州さんとの試合、間もなく始まります。全力で応援していくようにしましょう。行くぞジュビロ。前半45分始まりました。ギラバンツ北九州さんのボールでスタートいたしました。ツートップの動きすごい気になりますね。どういう動きを見せてくれるのか非常に楽しみです。果敢にゴール攻めていってもらいたいでございます。前節のようなちょっと体の重さっていうのは現状今の段階では感じられないかなと思っております。さあ、チャンス作っていきましょう。ミキ選手のいい動きが今ありましたね。まあ、ああいった動き出しで続けていくと相手のゴール前で脅威になりますので、非常にいい動きでした。あれ続けていくようにしましょう。パスもすごい良かったです。ただ相手の方、椿選手、やはりちょっと危険な匂いしておりますね。彼がキーマンなんじゃないかなと思います。相手の方がちょっと形作れている感じしますね。ちょっとジュビロの方はシュートまでうまくいけてないという印象があります。少し前線でのボールの収まりが悪い感じにはなっております。岩田、右サイドからのチャンスメイクできるようになってきましたね。山田裕樹選手のいい動きでチャンスメイク3つぐらいあったでしょうか。シュートまでいける非常に惜しい形でしたね。前半でね、1点取って優位な状況で後半につなげていきたいですね。相手のクロスの狙いは基本的にファーサイドを狙ってくるシーンが今多いでしょうか。さあ、大森幸太郎選手、存在感出していってますね。サイドに張ったり中に入っていたりと縦横無尽にプレーをしてくれております。さらに逆サイドの山田裕樹選手もいい動きしてくれてますからね。サイドからの攻撃形はできてきております。あとはシュートにつなげられるかってところですね。前半が終了しまして、0対0の状況で折り返すという形になっております。見てる感じですと、北九州さんの方が狙い通りのサッカー、やりたいことをやろうとしている、それがまた形になっているっていう状況でしょうか。勝たなきゃいけないですから、前節の悔しい思いをね、払拭するには まず勝利しかないですからね。さあ、ここで後半踏ん張ってもらって1点または2点もぎ取っていって、なんとしても勝利を掴んでいくようにいたしましょう。後半のキックオフを待ちます。頼むぞ。さあ、後半キックオフいたしました。選手交代の方はお互いにないという形ですね。後半も早々まだ5分ほどですが、依然岩田少し攻められ気味ですね。コーナーキック北九州さん、後半2本目という形になっております。ただ交代選手で今、中野聖也選手、小川大輝選手準備しているでしょうか。三木選手交代、桜内選手も交代という形です。中野聖也選手、今日こそは点を取ってもらいたい。さあ、ファーサイドに入れてルリーニャ突破できるか。面白いパスが出た、外に出して、
お小川大輝選手のクロスだったでしょうか。ハンドの判定になりました。うん、肘な気がするけどな。閉じつつの手に当たってしまったってことで、ちょっと北九州としては不運な PK 判定になったでしょうか。さあルリーニャ選手蹴りますよ。決めていこうぜ。さあ相手キーパーゴールバーを叩いて威嚇しているルリーニャ選手、今日決めたら初ゴールですよ。さあ頼むぞ。さあこの一本外したのが精神的にどうくるか。さあここで折れちゃいけないですよ。ちょっとね甘いコースでしたね。ルリーニャ PK にしろ1点決められたらルリーニャ選手も乗った可能性ありますが、ちょっとね顔つきが気になりますね。ちょっと引きずってるような顔してるんで切り替えましょう。もう終わったことはしょうがないんで。ダメですよ、 PK に頼ってちゃダメですから。自分たちで崩して点を取るようにならなければ今後の戦いも きついですからね。どちらにしろそういうプレーで1点を取ろうとしてたんですから、あれは気にしちゃいけないよ。さあ面白いパスが出たぞ。どうだ。いや中野せいや、しゃ素晴らしい素晴らしい。いやー今パスも良かったですよ。ああいう動きですね、相手の裏を取る動き、縦へのパス素晴らしい。いやこのパス大森幸太郎選手ですね。うわ素晴らしい。点先制した後どうでしょうか。ジュビロが伸び伸びとプレーできるようになってきたでしょうか。ちょっとですね中盤でのボールカットうまくいってる状況ですね。ただパスミスがちょっとあるのでそこは少し気になりますね。さあいいパスいった。おい面白いぞ。上原力也選手、いい形のシュートもクロスバーという形ですね。惜しい。ペナルティーエリア内で非常にいいパス、効果的なパスがルリーニャ選手から出ましたね。今ですね、大森幸太郎選手、疲れが見えてきたかなというところで、松本雅也選手が入ります。この時間帯で雅也ですよ。そして、ルリーニャ選手に代わってルキアン選手登場ということです。後半のこの時間にこの2人が出てくるっていうのはね、相手に脅威を与えられるじゃないでしょうか。さあ、針谷選手変わりますでしょうか。入ってくるのは山本康介選手。さあ、康介、ここで康介ですよ。康介が入ってすぐコーナーキックを蹴っていく。1本目で仕事しちゃいましょう。いい！いや！ルキアン惜しい。お、さあ、もう1本。ルキアン素晴らしい。コーナーキックを跳ね返されるものの、もう一本粘って取った山本康介選手のクロスからルキアンのヘッド。この2点目はでかいぞ。いやー完璧ですね。中野一体したぞ。一丁一丁。さあ、せいやらしさのシュートですね。今ゴールキーパーと一対一だったんですけども、相手のキーパーの股を狙うシュートでしたね。いや非常に面白い。さあクリーンシートでいきましょう。今日こそクリーンシート。さすがにね北九州さんも速いプレスを前線からかけてたので、ちょっと疲れが見えてきてるでしょうか。ジュビローは無理せず攻めなくていいと。そして左右にボールを振って空いたスペースにボール1本供給からの追加点を狙っていくと、そんな状況ですね。非常にいいですよ。ディサロ選手ここまで戻ってるんですね。ケア献身的ですね。途中出場だとしてもディサロ選手非常に献身的なプレーが見れますね。いやかっこいいですね。さあ4分目安達しました。ここ1本クリアしたら終わりか。さあここよし2対0でジュビロ磐田勝利となりました。非常に良かった。まあ、ただですね、やはり前半に関しましては北九州さんのやりたいことやられたシーンもありました。中野誠也選手が1点取ったことにより自分たちのプレーができるようになったっていうのが大きかったんじゃないでしょうか。現在の順位を見てみましょう。今日の全試合終わりました。こちら見てください。どうぞ。こんな感じの順位になっております。ジュビロ磐田5位まで躍進しました。10位から5位ですよ。2位の背中見えてきました。2ポイント差となっております。前節ねいいところなしで負けた後、
今日は完璧な試合展開とは言えないかもしれないですけど、非常に素晴らしい試合展開を見せてくれたと思います。今日のマンオブザマッチベストプレイヤーはですね、いや非常にこれ悩むんですけれども、中野誠也選手でお願いします。あの1得点目が素晴らしかった。さらには中野誠也選手入ってから流れガラッと変わりましたからね。やっぱり裏へ狙う動き、いや非常に素晴らしかったでございます。時点で僕が素晴らしいなと思ったのは大森光太郎選手でございました。中野誠也選手へ のアシストすごいですよ。よくあそこを抜いてパス入れたなっていうところになってます。次の試合はなんですけども、来週の土曜日7月25日7時からまたしてもホームで徳島ボルティスさんとの試合になっております。さあボルティスさんもいいサッカーしてますよ。去年からですねボルティスさんは素晴らしいサッカー展開されてました。超強敵だと思います。そんなボルティスさんにどうやって挑んで、そして勝っていくのか。ホームではまだ負けなしですから、次の試合もぜひとも期待して見ていきましょう。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。ジュビロ絶対に次も勝ちましょう。またね。